しばらく二人で暮らして打ち解けてみたらどう？この子が本当にレムならスバルに心を許すと思うの。そう提案すると、エミリアは二人のための部屋を用意した。二度目のループとは違う質のいい部屋に、自警団の潤沢な予算が伺える。そういや、上納金とか言ってたな。エミリアが何らかの理由でお金を集めているのだろうか、それともたちの悪い部下たちが勝手をしているのだろうか。まあそれは後で確かめるとして。スバルは相変わらず身を固くしている少女に向けてニッと笑った。買い出しに行こうぜ。二度目のループで少女は美味しそうにフカシイモを食べていた。フカシイモといえばレムの双子の姉ラムの得意料理だ。姉様のことを思い出せばレムに間違いないんだが、さて。つぶやくスバルをよそに少女が足を止める。そこはアクセサリーの露店だった。好きなものを選んでいいぞ。でも。ご主人様の命令、好きなの買えって。戸惑いながらも長考した後、少女はあるカチューシャを選んだ。それはレムが身につけていた。聞き慣れた警報がスバルの言葉を遮った。危険だから君は家に戻れ。でもご主人様を置いてなんて。大丈夫、今日の俺は鬼がかってるからな。鬼？したくないのですね。駆けつけた自警団の手伝いもあり、ナイトメアは何とか殲滅することができた。しかしこう頻繁じゃ疲れるな。スバルの愚痴をきっかけに他の自警団も次々と不満を言い始める。本当だよ、せめて手だれがいれば。できれば剣士がいいよな。リーダーの魔法とバランスが取れるし。そういえば先日すごい剣士が町の外れに現れたと聞いたが。ああ噂の赤髪の英雄だろ。赤髪で英雄扱いの剣士？自警団の話にスバルは前の世界で世話になった騎士を思い浮かべた。可能性はなくもないのか？